さあ、さあ、ミカさん、こんにちは。こんにちは。ね、暖かくなりましたね。暖かくなりましたね。春っぽいね。あ、なんかね、今日はブルーじゃなくて、なんか花柄になりましたけれど。お似合いです。ありがとうございます。はい、今日はどんなお話かな。今日はですね、あの本屋さんのお話なんですけども、本はあの買うだけじゃなくて、本屋さんで起こるいろんな人のいろんな面白い話を、ね、あの集めたね、ちょっとお話をしたいと思います。はい、町の本屋さんでの出来事。近所の書店による。新刊コーナーを通り過ぎ、旅の本のコーナーに移動する。数週間前、旅をした瀬戸内のガイドブックに手を伸ばそうとして、うん、勝手に足が止まった。おじさんが細いズボンに重ねてセーターを履いている。腕の部分に足を通し、そのままズボンを履くみたいに尻まで引き上げ、胴のところをキュッと縛って固定しているのです。上は普通のシャツ、首を出すところは股の位置だから穴が開いているんだろうけれども、残念ながら確認できない。ありえない、嘘だろと目をこするのだが、何度眺めても確かにセーターなのだった。私は弱気になった。セーターを履くのを知らなかったのは私だけだろうか。私が一番うなったのは、毎日昼休みに来て同じ本を立ち読みし、そのたんびにしおり紐を移動させながら一週間かけて読了した男性客である。もっとも書店側も負けてはおらず、その客が帰った後、しおり紐をこっそり先へ移動させて攻防戦を繰り広げたというのだから笑える。それから馴染みの書店の片隅にコピー機が置いてあるのだが、前の壁にこんな張り紙がある。本のコピーはお買い上げの後にお願いいたします。まさか買ってもいない本のコピーを取って棚に戻すお客なんていないでしょ。信じられない思いで一応書店員さんに聞いてみると、仰天の後絶句いえ、それが結構いらっしゃるんですという。ところで、先にズボンの上にセーターを重ねて履いていた非典列な風体のおじさんの話をしましたが、まさか嘘でしょと思うでしょうが、いや本当なんです。おじさんは確かにセーターを履いていました。しかし先頃山登りの本を読んでいたら、と声が出た。こう書かれているではないか。気温が下がってきたのでセーターを履く。セーターは上半身にも下半身にも使えるから実に便利な防寒具である。しかしセーターは履くことができるけど桃引きは着られない。強引に桃引きに顔を突っ込む様子を想像して吹き出したのだが、一方でそうか、実は逆転の発想だったのかと納得する思いである。あのおじさんは山男だったのだ。山の上の防寒具を町に降りても発揮したのだ、きっと。奇妙な格好が不思議でたまらなかったのだが、なるほどと留飲が下がった。それにつけても本屋さんは町の縮図でもあるらしい、という本です。面白い。今度ね、本屋さんに行った時に、うん、面白い人がいるかどうかなんて、あ、観察しちゃうかもって思いますね。はい、それからなんですけども、うん、私あのちょっとこれね、ドロドクの先生とは別に、うん、あの趣味でお菓子を作ってるんですけども、はい、はい、あの国立の、ママさんたちで、はい、イベントを行うことになりました。かわいいね。5月の11日ちょうど母の日なんですけれども、はい、あのクラフターズマーケット、国立クラフターズマーケットといいまして、略してクマと呼んでいるんですけれども、うん、いろんな手作り商品が、出ますので、私はお菓子としてハッピーカフェという、はい、名前でお友達とコラボして、出していますので、もしあのお近くにお越しの方がいらっしゃるときには、ぜひあのお立ち寄りくださいという、はい、はい、コメントをさせていただきました。おしゃれなグループなんだよ。デザイナーのジュンコちゃん、そうなんですよ、ですね、この女の子はね、ジュンコさんのお子さんが描いたんです。え、本当、そうなの、かわいい。高校生なんですけどね、すごいセンスがあるんですよね。はい、こういうのも実だよね、行ってみたいなって、なんか、ありがとうございます。それもかわいい、水玉模様で女の子っぽいね。で、ミカさんのお菓子が美味しいんだ。今度持ってきます。あの、差し入れしてくださるんですけどね。催促したいや、そういう意味じゃん。いや、本当美味しいなと思って。ありがとうございます。はい、さあ、2014年5月11日ですね。はい、一、はい、日だけの手作り市、はい、国立クラフターズマーケット、はい、楽しみに皆さんお越しくださいね。はい、お願いいたします。ありがとうございました。はい。
ございます。今週のコンシェルジュも、ね、本当に楽しい情報ありがとうございました。はい。